はすべて山の中であるあるところはそば伝いに行く崖の道でありあるところは数十軒の深さに望む木曽川の岸でありあるところは山の尾をめぐる谷の入り口である一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた東境の桜沢から西の十極峠まで木曽十一宿はこの街道に沿うて 二十二里夜にわたる長い渓谷の間に散在していた道路の位置も幾度か改まったもので古道はいつの間にか深い山あいにうずもれた名高い架け橋も津田のかずらを頼みにしたような危ない場所ではなくなって徳川時代の末にはすでに渡ることのできる橋であった新規に新規にとできた道は だんだん谷の下の方の位置へと下ってきた道の狭いところには木を切って並べ藤ずで絡めそれで街道の狭いのを補った長い間にこの木曽路に起こってきた変化はいくらかずつでも謙遜な山坂の多いところを歩きよくしたその代わり大雨ごとにやってくる下水の氾濫が旅行を困難にする。 そのたびに旅人は最より最よりの宿場に投入して道路の開通を待つことも珍しくない。